きたかったご飯行きましょう。イエーイ、すごい、ここも撮ってる。そうそう、あかねさんとデートがめちゃめちゃ久しぶり。そうね、ね、あれはいつだっけ、ボルダリング。ボルダリングだ。そう、あかねさんと急に雨の中ボルダリングやばくまさかのさ、室内じゃないんだよねあれは笑った。あ、やばい、滑る滑る全然引っかからない。そう、そういうアトラクションじゃない。そうということで、ランチでございます。チーズバーガーと、私が日本限定の、なんだっけ、そう、ルート20、なんかチーズバーガーに、なんだっけ、スクランブルエッグ、うん、そうそう、が入ってる、卵になってるやつがルート20らしい。卵オン卵。そうそういただきます。やばそれ、やばいね、でっかどうですか、卵の白身しか来ない。食レポ。お肉がしっかりしてしっかりしてますか。おいしい、おいしい。卵好きすぎるからめちゃめちゃここ来たくて卵の T シャツ着てたもん、ね、私お兄さん。え、すごい、中にさ、食べやすいようにこれついてんの、うん、ね、気づいたらいい、ね、てかさ、このオレンジジュースがさ、めっちゃ絞りたてみたいな、ね、果肉が、そう、超美味しい、すごい目玉焼きの卵が、うん、めちゃめちゃすごい、ね、めっちゃボリュームがありますって言われたけど、ほんとそうだった、うん、いい意味で味が濃すぎない、うんうんうん、ね、うん、ナチュラルな、うん、ナチュラルなそのままの卵を楽しめるって感じいいこと言った感じになってる、ね、うまいっすよ、おいしい。なんかお店はアメリカンな感じだけど、うんうん、優しいやつね、味が、うん、なんかすごいインスタで見た時はめっちゃジャンキーなのかなって思ったぐらいドバって感じのハンバーガーだったんだけど、食べたら全然そんなことない。中にちょっとピクルスが入ってるから、ピクルス苦手な子は、まあ、抜いてほしいっていうのができるかわかんないけど言ってもいいと思います。おいしい、うん、でもそのピクルスがアクセントになるぐらいの味は結構ナチュラルな感じ、ちょっと汚くて見せられないんだけど、めちゃめちゃなんか飴色玉ねぎみたいなのが入っててすごい美味しい。見せれない、うん、見せれない、まあ、本当にルート20の人はお皿とフォークつけてくれるから、それで食べてそう、もう店員さんもそうつけてくれたから多分公開しますよで合ってるんだと思う。ではごちそうさまでした。どうでしたか。めっちゃ美味しかったね。美味しかったね。コメンテーターはい、ということでこの卵尽くしナチュラルバーガーめっちゃ食べたいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねさん、イエーイ初
あのね、沙織さんにずっと勧めてもらってたのに私は全然来れてなくて、やっと見つけた。前なんか蒲田って勧められて、うん、あ、蒲田なかなか行けないと思って、やっと水道橋です。イエーイ。ドゥドゥルドゥルルル。はい、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん。あかりさん何したの？ややこしいやつ、ジャスミンミルクティー、チーズフォーム、オレオ。オレオ、あ、トッピングか、私はもう普通に黒糖タピオカミルクのホットにしてみました。イエーイ。あったかいね、下があったかいのか。そう、タピオカのとこだけ上はちょっと冷たい。あ、ではいただきます。熱っ。バン。うわ、え、タピオカめっちゃ美味しい。うん、何でしょ、めっちゃもちもちじゃない？うん、何これ。なんかね、硬すぎず、柔らかすぎず、しかも粒も大きいから、すごいね、食べ応えもあるし、いや、思った、超美味しいの。超美味しい。待って、私もっちゃんも一番美味しいと思ってたのね、お、超えるかもしれない。やばい、マジで美味しい。え、マジ？自分一番好き。いろいろ飲んでるけど、なんか生の、え、なんて言うんだろう、え、わかんない。わらび餅のめっちゃ美味しいやつみたいなぐらい、みずみずしい、ね、プルンってしてる、美味しい。これね、これ混ぜていい？ここから飲んだ方がいいかも。あ、チーズがここから出てくる。あかねさんのチーズフォームなの。ちょっと飲みたかったけど。熱っ。熱いよね、気をつけて。今さら。で、こっちから吸う。めっちゃ美味しい。待って、めっちゃ美味しくない？チーズフォームさ、ちょっとしょっぱい、美味しいチーズデザートぐらいな感じじゃない？そうそう、飲むチーズケーキみたいな。そう、めっちゃ美味しいんだけど、しかもジャスミンってうま。そうね、紅茶の茶葉の種類も選べるから、めっちゃ美味しいわこれ。超おすすめ。てか、おすすめされてきたんだけど、あかねさんもおすすめって言ってて、沙織さんとあかねさんが言うならと思って来たけど、マジ美味しい。マジ美味しいね。これ飲んだらもう他飲めない。飲めないね。うわ、美味しい。いいものに出会った、ありがとう。よかった。次か、次も飲むみたいだね。確かに、もう一個飲む。あかねさんと今から